はい、おはようございます。沖縄おばばでございます。なんか台風来ないみたいですね。<laughs> はい、えー、しっかりね、え台風の用意して、え寝たんですけど、全然来ません。はい、えー、どうやら、あー、ね、えー、別の場所に行ったみたいです。なんか、ほんと珍しいんですけど、台湾に、えー、行ったみたいですね。台湾ね、あのー、最近2年ぐらい全然台風がなかった。 あまあ、かするぐらいはしてたんですけど、えー、上陸するってことはほとんどなかったんで、びっくりしてます、はいえーまあ、沖縄にはあ全く影響ございません、まあ、多少ね、風が強いぐらいだから、えーまあ、あ,あれですね、海では、あなて言うんだろう、波高いんですよね、なので、海はね、ちょっと気をつけないといけないですけどね。 はい。まあ、そういうことでございます。はいはいはい。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。ね。はい。落ち着きがない子で、子でございますね。はい。パナタン、どうですかどうですか、パナタンねえ。気持ちいいですね、朝からね。はい。えー、まあ、そんなこんなでね。えー、まあ、台風の方は、あーまあ、全然影響なしという感じになってます。はい。えー、そしてですね。 えまたなんか、あ北野金ちゃんがあ、身のサイルをね、えー、ぶっ放したみたいなんですけど、はい、えー、日本海側に向かってね、えー、4発とか言ってましたね。まあ皆さん、あのー、怖い怖い言ってるんですけど、弾頭ついてませんから、はい、格、え、格、ー、の弾頭ついてないんで、えー、ミサイルと呼ぶのは不適切なんじゃないかなってちょっと思います。はい。 え、弾頭がついてないんでね。えー、まあ,あ、それはね、あの、どっかに落ちればね、えー、被害はあるとは思うんですけど、別に、えー、各々の弾頭がついているわけではないので、これをミサイルと呼んでしまうのは、んー、ちょっとどうかなって思います。はい。えー、まあ、ロケットと言った方がいいんでしょうかね。はい。えー、まあ、言葉遊びになっちゃうんですけどね。まあ、 ただ単にそういうものをミサイルっていう風に言っているみたいなんですけど、え弾頭ついてないんでえ、別にね、はい、別に、まあ、あんまりね、気にすることもないんじゃないかと思いますけど、えー、なんで、えー、アウト政府は煽るんでしょうかっていうことですよね。はい、煽ってきてます。そしてね、北の金ちゃんのとこぐらいですからね、えー まあ人間として無事なのがね、はい、えー、意味わかりますよね。はい、えー、いわゆる、あのー、くみっと変えてしまってないものを、くみっと変えるものをね、たくさん食べてるのがね、ぬっぽんとかね、ケ、え、イ、ー、の国とか、アーメちゃんとかですからね。はい、えー、それを考えれば多分人間的には無事なんでしょうけど、はい。 えー、まあこれに関してはね、まあいろいろありまして、昨日なんかすごい記事を読んでしまって、半分かーって思ってたんですけど、なんか、例のものをね、やっぱ食べてしまった人の中の半分ぐらいだそうです。本当にクミッと変わっちゃってる人たちが。半分。あ、なるほどねって思いましたけど。うーん、まあ根拠がね、えー、これもわかんないんで、なんとも言えないんですけど、はい。 ええー、とりあえずね、えー、まあ半分だとしてもまあまずいことにはなりそうですよねいろいろとはいまあそういうことですええー、そしてですねなんかあ国際間でもねいろいろ動きがありまして一体何を企んでいるんだじいさんっていう感じであのー、ローマ教皇ですねローマ教皇がなんかモンゴルの方に訪問しに行ったみたいなんですけど えー、なぜ、なぜって感じですよね。はい。えー、まあ、モンゴルはね、えー、すぐ、あの、死の国とも近いし、えー、昔ね、えー、モンゴルのおー死の敗者がね、 はい、えー。皆さんもわかってますけど、満州民族ですね。この人たちが、あー,シーの国を支配してましたからね。<laughs> はい。えー、新朝なんかはそうですからね。はい。えー、まあ、どう、どうでしょうかね。これって感じですよね。はい。えー、いろいろと、憶測が飛び交います。そしてね、えー、まあ、ああ、ね、例の、あの、教皇ですね。 教皇さんまあ今回がもしかしたら最後の教皇になるんではないかという噂も出ておりますはい、えー、ここら辺もねって感じですよねはい、えー、どうなるか本当に見ないとまあまあねここら辺は見ないとって感じです、えー、あとねいろいろ例のお水についても本当に、えー、いろんないろんなはい いろんなね、えー、報道機関が報道してます。はい、これね。詳しく詳しく。今日のライブの時にちょっと話していこうかなと思ってます。すっごいです。いろんな国があ。もう台湾でも。すごいですよね。はい、もうこれ本当だったらこれ。本当、えー、皆さんあの今のうちにお塩はお買い求めください。ということになりますね。はい。 ええー、まあ、台湾、あの、新日の台湾でもかなりいい、まあ、ビビってるというかね、大変なことになってます。はい。また、イギリスでも言い始めました。はい。BBC でも、まあ、いろんな、いろんなものが出てます。BBC でも。びっくりしました。私。はい。え、BBC ね、あのー、 なんていうのかな中国語版もあるんですよ。<laughs> 面白いことに。え、なので、BBC も見れるんですけど、い、いやーって感じです。本当に。はい。え、これ、まあ、世界的に、まあ、原武さんが言っていたようになりますね。はい。原武さんが言ってましたよね。日本人は鼻つまみものになると、世界中から。え、そうなります。はい。わかりました。あ、もう、 えすごいです。あと、インドネシアの放送も見ましたしね。えー、とりあえずね、えー、すごいことになっておき、なってます。これだけは言っておきます。はい。えー、これからあ大変ね、日本は厳しい状況に置かれてくると思います。まあ、詳しいことはね、ほんとライブの時にちょっとゆっくりお話できたらと思います。はい。えー、まあ、台湾はすごいですね、報道、 特集組んでいろんな放送局で放送してますこれはいいろんな、えー、民進党の色の濃い放送局でも国民党の色の濃い放送局でも両方とも特集でやってますでも全部ネガティブですはい言っときますはいえーそういうことなんで皆さん本当にあのー、日本人はこれからあー数年間は覚悟が必要ですはい えー、トップはね、多分変わります。はい。えー、まあ、強制的に最後は変わるでしょう。まあ、この最後がいつ来るか分かんないんですけど、えー、当ね、外圧で、例のね、えー、お水をね、放出するのをやめるように私は祈ってます。はい。もう外圧しかないと思います、これ。はい。で、すごいです、世界の世論がね。 えー、どんどんと日本たたきに転じてます、えー。まあ日本では一切報道されてませんけど、とりあえずね、えーまあ、BBC でもそういうのが始まったということをお伝えしておきます。はいえー、これ全部 you でれ、はい、YouTube で見れます。YouTube で見れます。まあ日本語で検索しても出てきませんね。英語かもしくは中国語ですね、はいえー。検索するといろんなものが出てきます。はい、まあそういうことでございます。 えー、それでは皆さん今日もね、頑張って一日過ごしていきましょう。えー、備蓄お願いしますね、えー。それから塩。塩は買っといてくださいね、えー。やばいことになるかもしれません。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。あにゃー。ねー